えー、なカオルっていうのはですね、いかりげんと同一人物だと。つまり、ゲンドウは二つの人格に分裂されて、このエヴァンゲリオンというシリーズの中に出てるんですね。多分これって、テレビ版のエヴァンの時に思いついてなかったんですよ。そうじゃなくてですね、やっとなんで渚ぎさかというキャラクターが出てるのかっていうのを、安野秀明自身が発見したからなんですよね。だから、その、 言動は二つの人格に分割されて、意味もなく真珠を否定して遠ざける黒言動と、意味もなく真珠を肯定してですね、真珠にくっつこうとする白言動。この白言動と黒言動の二つにですね、分裂しちゃったわけですね。だから、あの、カオルはですね、ナギサカオルはですね、あの、言動の服を着て登場して、カジと対話するわけですね。もう本当にカジが、あの、イカリれレにですね、アダムを持ってきたのと同じ、 シーン、同じ構造、同じ衣装の家事に対して対話するんですね。あの服を着たまま。で、だからカオルはピアノを弾くんですよ。この あの、怒り指令が、あの、怒りげんが、私はピアノが好きだったっていうので、ようやっとこれまで、なんでピアノだったのかっていうのが明らかになるんですね。で、だから、そのカオルは年がら年中、真珠に幸せになってほしい。君の幸せが、とか、僕が考えた幸せと違うんだねって言ったのは何かというと、あれはげんの裏面が言わせてるんですね。で、だからですよ。だから、そのげんと真珠の、 今回の映画の戦闘シーンですね。あの一番最初初号機がビルの中からガーンと出てきた時に、ゲンドウの13号機、見た人覚えてますかこうやって待ってるんですよ。変なポーズして待ってるんですあれ何かっていうと、渚カオルの初登場のシーンなんですね。渚カオルのあのカッコつけた初登場のポーズとですね、そのお父さんの乗る13号機が全く同じポーズで待ってるわけですね。あの、これぐらい、 はい皆さんわかりますねなぎさガールは、あの、いかに言動ですよっていうサインを出している。